野崎チャンネル。さあ、ということで、クライマックスシリーズファイナルセリーグ、10月21日、勝っても負けても今日終わりっていうところでね、まあ、引き分けたら巨人の進出の中で、3対2、DeNA の勝利で、4勝3敗で、DeNA の日本シリーズ進出、おめでとう！いやー、面白かったね。まあ、ジャイアンツファンは溜まったこともんじゃないと思うけども、まあ、と客観的にね、普通にこの試合をね、見てると非常に面白かったかなと。まあ、この辺もね、3対2、ね、DeNA の勝利で、7年ぶり、ね、2017年、DeNA が3位から日本シリーズに進出して以来の、ね、日本シリーズ進出。これで、セリーグは過去17年、ありましたけども、その17年のうちに、4度、2位以下のチームがクライマックスシリーズに進出と、一番最初に起きたのが2007年。まあ2007年からね、セリーグはクライマックスシリーズが始まったんだけども、中日、そして2014年の阪神、で2017年の DeNA、で7年ぶりに2024年の DeNA というところで、まあ4回ね、17年間行われて、まあ、4回、2位以下のチームが勝つというところで、まあ、23% にね、上がりましたけど、まあまあ、まあ、これぐらいの確率で起こった方が面白いんじゃないのかなと。まあ、その4回のうち3回がジャイアンツ、ね、1回が、2017年の、ね、広島っていうね、ところで大どんでん返し。まあ、今年のでもセリーグはね、まあ、最後はちょっとゲーム差ついたけどもね、非常にね、途中まで混戦ね、広島も合わせて4チームどこが優勝してもおかしくなかったっていう中でのね、なったんで、まあ、戦前の予想からひっくり返る可能性もあるかなっていうね、ところはありましたけどもね、そして、まあ、パリーグのクライマックスシリーズで言うと、こちらは18年、パリーグはね、2020年のコロナ禍でもクライマックスシリーズは行われた。セリーグは行われなかったんで、まあ、1年ね、違うんですけども、18年行われて、3年2位以下のチーム。18年ソフトバンク、19年ソフトバンク、そして10年のロッテというところで、まあ、パリーグはね、まあ、プレーオフから時代合わせると、ソフトバンクが2004、2005、そして2010年の3回。そして西武が18年19年の2回、王者で日本シリーズ出れないっていうねところも、ありましたけども、だからパリーグで言うと18回のうちの、3回だから 16.6%、 16.7% だからまあ約 83% がね進出するっていうところですけど、まあ、約8割ね、1のチームが勝つ中で、まあ、2割ぐらいね、2以下のチームが勝つ可能性あっても、ね、それはそれで面白いんちゃうかなっていうね、ところのこのクライマックスシリーズ、ね、DeNA の勝利。もうね、両チーム、まあでも両チームも、やるべきことは全部やったんちゃうかと。DeNA 先発ケイ3分の1、ウェンデルケン3分の2、で坂本が3分の2、で中川が1回3分の1、で伊勢2イニング開幕的、で森原1イニング、でジャイアンツは戸郷4回3分の2、で高梨3分の1、でケラが1イニング、バルドナード3分の2、船橋さんは3分の1、そして菅野が2イニングっていうね、ところでもう最後菅野まで出してね、小林も一緒に変えて、もうジャイアンツもね、やるべきことやったかなと。で、まあ昨日の動画でも言ったけど、まあミスをするのは仕方ないと、そのミスをカバーしたチームが勝つっていう中ではね、まあ今日はもうね、皆さん言うと思うんだけど、DeNA は森じゃないのかなと。ね、ジャイアンツは初回ね、2アウト1、2塁からヘルナンデスのショートゴロを森がね、前進してジャンピングスローにしたけども、ファーストにワンパン送球になって、悪送球で1点先制、タイムリーエラー。ね。で、4回にワンアウト1、3塁から戸郷がね、最初からバントの構えしてて、ファースト送りバントしますよっていうところで、セーフティースクイズ成功ね。坂本が本塁突っ込んできて、2対0。まあ、このままの流れでね、行くのかなと思いきや、5回の表ね、先頭梶原がフォークボール低めね、1、2塁間抜けるライト前ヒット。で、ここでね、森が2ボールからね、ほぼど真ん中のストレート、あれ思いっきり打ちに行ったのよかったよね。ちょっと戸郷も安心したかな、2ボールっていうところでちょっと甘く行きすぎたかな。それをね、引っ張り込んで右中間ね、タイムリー3ベース。で、ノーアウト3塁からフォードがね、センター前同点タイムリーヒットで、これ同点っていうね。
そしてまあどちらもね、こう続けがたい攻撃しながらね、なんと9回表ね、先頭森がライト前ヒットで、ここで代打柴田がね、送りバントを決めて、ワンアウト二塁から桑原のね、サードゴロ、坂本がね、一瞬顔見たけどね、ファースト投げる瞬間にね、セカンドランナー森が三塁進出。これが大きかったよね、結果的に。その後ね、牧がアウトコースのスライダー、結構いいところだったけど、引っ張り込んで三遊間を抜ける勝ち越しタイムリーで、これが決勝点になったけども、あれ、多分森三塁行ってなかったら、ホームには絶対帰ってこれないね、あの打球だったらね。だから結局ね、森も初回ね、タイムリーエラーして、この大一番でね、タイムリーエラーしたけども、その後ね、ツーボールからね、積極的に振りに行ってタイムリー打ったりとか、この走塁もそうだけどもね、シュンってならないで、そっからもっとさらに積極的にいったのは、まあ、ベンチのね、チームメイトの掛け声もあっただろうしね、それを体現できたっていうのは、このね、森がクライマックスシリーズで大きく成長ね、したところの一つでもあるんじゃないのかなと、いいところでね、打ったなっていうところもあるしね、森で言えば、まあ、2割2分2厘だけどね、数字じゃない、まあ、短期決戦はね、どれだけ打つかより、いつ打つかだからね、そういったものを体現しながら、まあ、ミスもあってね、それをね、乗り越えていくプレーもあって、大きく成長してね、来年にはボーカチッとね、固定で、レギュラー取りに向けては、いいね、クライマックスシリーズになったんじゃないのかなと。だから DeNA としては、ミスするのは仕方ない。ミスをしっかりカバーしきったっていうところでね、しっかり勝てたのは非常に大きかったんじゃないでしょうかね。そしてその中でジャイアンツよ、まあ優勝したけどね、惜しくもセリーグでね、3回目の優勝して日本シリーズ出れずっていうね、ところにはなったけどね、この中でよ、この中でね、まあもうチャンスで1本出なかった。これが全て。だから結局はね、チャンスで打てないミス、それを誰かがカバー、しかも誰もカバーしきれなかったっていうね。だって9回9イニング戦ってランダー出なかったの9回だけだからね。森原に三者凡退で抑えられた。で、得点圏にランナーが行かなかったのは5回と9回だけなんだよ。だから 1,2,3,4,6,7,8 全部得点圏行ってんだよ。その中で1本打てない。タイムリーゼロだからね。タイムリーエラーとセーフティースクイズだけだからね。結局初回もね、そのヘルナンデス、ツーアウト一塁から、ショートゴロ森のタイムリーエラーでね、1点を取るけども、その後のツーアウト一三塁で坂本が三振。で、2回もね、先頭中山がレフト前ヒットで出てね、岸田アウトで戸郷送りバントしてツーアウト二塁で1番長野がサードゴロ。ね。で、3回にもね、ツーアウト一塁からヘルナンデスの打席、門脇が盗塁成功させてツーアウト二塁。で、ここでヘルナンデスが三振。で、4回ね、ワンアウト一三塁から戸郷がね、セーフティースクイズ成功させて、で、牧のね、捕球ミスもあって、ワンアウト一二塁、さらにチャンスは続くけども、ここでケイからね、ピッチャーウェンデルケンに変わったところで、1番長野が6-4-3ダブルプレーで得点圏追加点取れず、で、5回ね、同点に追いつかれた後に、ね、5回裏、ツーアウトからだったけども、岡本がね、レフト前ヒット入れたけども、ツーアウト一塁、ヘルナンデスがセンターフライ。まあ、ここはね、9回同様に得点圏にはいけませんでした。で、6回、ワンアウトからね、中山がレフト前ヒット、8番岸田が送りバントを決めて、ケランの代打大城、ここで2アウトよね、2塁からセカンドゴロで1本出ず、ね。で、7回、ワンアウトから門脇が2ベース、で、ワンアウト2塁からまずショートゴロ、で、2アウト3塁から岡本が敬遠、で、ヘルナンデスが2アウト1、3塁から見逃し三振、ここで伊勢がナイスピッチング。で、8回、伊勢がね、開幕席。先頭坂本ライト前ヒット、中山ライトフライでアウトになるけども、オコエがレフト前ヒット。で、ワンアウト一塁から小林の打席ね、初球変化球ね、引っ張り込んで、わーと思ったけども、ファール。これが運の突きかな。で、結局ね、小林見逃し三振。で、ツーアウト一塁から1番立岡がライトフライで1点取れずっていうね、もう、チャンスいっぱいあったのよ。その中で1本出ない。誰かがミスした後、その、打てないっていうね。もう打てないが続いて、結局この辺も2点取ってるけどタイムリーゼロ。まあそこをね、DeNA 投手陣、まあ細かい系統も含めてね、抑え切った素晴らしさっていうのがあるけどもね、あるけども、まあジャイアンツとしては、まあ結局ジャイアンツとしてはこのシリーズ全体的に打てなかったっていうのはね、全てなんじゃないのかなとね。チャンスはいっぱいあったけどもっていうね、まあ DeNA からしたらね、本当にランナーもね、こちらも出して、なかなか一本出ずね、そこら辺も踏ん張りながら、5回ね、同点に追いついて、まあ6回もね、チャンスを作って一本出ず、7回にもね、2アウト満塁まで行ったけども、オースティンが船場さんもサードゴロ、ね、
8回三者問題で終わって、菅野がね、あ、これ菅野がずっと投げ切ったらきついなっていうところでね、9回ね、先ほども言ったように森の好走塁があってね、キャプテン牧が勝ち越しタイムリーを打って勝負ありっていう中ではね、まあ結局最後はね、勝負どころで1本出たか出なかったんでね、結局牧が打って出た。ね、しかもね、この牧、佐野、オースティン、ね、宮崎というね、ところが続くね、打順の中でやっぱりね、簡単に敬遠できないっていうところ。で、やっぱりこのね、カードで言うと、やっぱ、岡本敬遠めちゃくちゃ多かったよね。結局岡本敬遠されて、5番ね、まあヘルナンデス、急ピッチでね、もう負けられないっていうところで上げてきたけども、結局まあこのシリーズノーヒット。ね。この5番ね、岡本やっぱ一人に頼らざるを得なかった。ね、そこをね、DeNA は無理やりね、勝負することなく、しっかり敬遠して勝負を避けてね、5番でしっかり抑えるっていうプラン通りのこともできたのもね、正直大きかったし、まあ巨人としてはやっぱ来日に向けては岡本の後誰が打つかっていうね、ところで、まあ岡本もなんかね、メジャー挑戦とかいうね、ちょっと声もちらほら聞こえるけども、まあどうなるかわからないけどもね、このヘルナンデスね、含めて岡本の後ろを誰が打つかね、短期決戦になったらやっぱこういう敬遠敬遠になってくるからね、だからドジャースの大谷とかもね、大谷の後ろにベッツがいるからね、簡単に歩かせれないっていうね、ところもあるから、まあそこら辺が一番ね、ちょっとジャイアンツのね、このクライマックスシリーズはウィークポイントになったかなと。さあ、ということでね、これで日本シリーズはね、ソフトバンクホークス対横浜 DeNA ベイスターズに決まりました。2017年と一緒じゃない？ 17 年はソフトバンクが優勝してんだ。ね、ソフトバンクと DeNA がね、日本シリーズを戦ってね、その時もギリギリだったような気がするんだよね、日本シリーズ。4勝2敗。ね、ソフトバンクが3勝して、DeNA が2勝して、で、最後ソフトバンクが勝ってね、4勝2敗でソフトバンクの、勝利っていうね、ところになってるんでね。まあ今回どうなるのか、ね。横浜スタジアムからね、始まりますね。ということで、佐々木は、初戦、日本放送で解説です。さあ、ここでね、もう一つ佐々木が気になることがあります。それは何かっていうとね、これは放送関係者の人に聞いたんだけども、ね、これ、まあ選挙が決まる前だったんだけども、この、10月ね、27日、ね、日曜日、ね、今週の、日曜日、衆議院総選挙でございます。ね、8時から、開票、特報ある中で、どうするんだろうね、中継。まあ、これで日テレは多分やらないと思うんだよね。確実にね、選挙速報、まあね、自公が関数割れかっていうね、ところもある中で、野党がどこまで頑張れるのかっていう、結構注目度が高い中、まあ皆さん選挙に行ってくださいよ。はい。っていう中で、ね、TBS やんのかな？やったらどうすんだろう？このもう L 字バーで選挙速報かな？でも終わるまでやんなきゃいけないからね、その、野球をね。だからどうすんやろ、どうす、俺そこ、それを一番心配してるのどうすんだろうなと。まさか地上波放送なしの BS、TBS かなんかで BS で日本シリーズやってますみたいな。もしくは8時まで地上波でやってますけど、8時からは BS、TBS でお送りしますみたいな。あんのかな？でもそうなったら BS、NHK は放送しないっていうことになるよね。2000目ね。でも TBS が地上波でもうがっつり終わってから選挙速報をやるのか。どうするんだろうね。これ俺、業界の人どうするんだろうね。どうするんだろうな。それだけ心配してます。日本シリーズが地上波で第2戦行われなくなるんじゃないのかっていうのを佐々木は心配してます。総選挙があるんで、ひょっとしたら BS、TBS だけで、ね、地上波はなし、もしくは地上波8時までで、8時から BS、TBS でみたいなのもひょっとしたらあるのかなとか、まあ、それともね、もう地上波でやって、LG でね、選挙速報を流すっていうね、ところをやるのか。やるとしたらもう TBS やと思うんだけどね。多分日テレとかは絶対しないだろうしね。どの局も選挙速報あるからね。まあそこら辺ね、さぞ勝手に心配しますけど、皆さんどうなると思いますか。まあということでね、
DeNA ベイスターズファンの皆さん、チーム関係者の皆さん、日本シリーズ進出おめでとう。まあ、ジャイアンツとしてはね、詳しいけど、また来年向けてね、また頑張っていくしかないっていうね、ところで、まあ、菅野がなんか放送見てたら日本一になったことないっていうところでね、まあ、最後のね、この勝負で日本一に、ね、なってメジャー挑戦頑張ってもらいたかったけどね、まあ、これはもう結果はね、受け入れるしかない。やっぱりね、チャンスで打てなさすぎたっていうところがね、まあ、反省点じゃないのかなと思います。ということで、ね、日本シリーズ、ね、福岡ソフトバンクホークス対横浜 DeNA ベイスターズ、もちろん佐々木チャンネルでお送りしますし、初戦はね、日本放送で佐々木解説しますから、ぜひ聞いてください。それでは、セリーグファイナルステージ終了です。4勝3敗で DeNA ベイスターズの勝利でした。おめでとうございます。